宮中でかい宇多田です。いやじゃあ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 。ということでごめん、本当にまたねすげえくだらないこと考えちゃったんだけど、ちょっとこれ見てこれ。いやすげえ本当どうでもいいんだけど、これ、まあ、扇風機なんですけど、やべさっきの挨拶で顔クソあっちいんだけど今。このとりあえずこの辺波通るじゃないですか。取らしてくんねんだよなこいつ、なんか知んねえけど。これ取るでしょ。でプロペラ取るじゃないですか。見てくださいこれ。ドリルついてんのここ。ということですよ。このドリルの先端にこのフォークをこうつければ、あのこれ参っちゃうよね。プーって回るじゃないですか。パスタ負けるよねっていうところなんですよね今。完成しました。やべえこれ。くっそおぞましいんだけど。ということでこちらのドリルフォークに巻かれる被験体のパスタはこちら。ポポポポポポン。逆こちらポモドーロ。ポモドーロってなんだそもそも。ポモドーロでした。トマトソースの、はい、あのものでして。ああ。はい、弊社のものは野菜がたっぷり入っているタイプでございます。ええ、納得のいく牛丼ですこれは。じゃあはい。あ、わかりました。はい。あ、うん。まあということでよくわかんなかったんですけども、ということで今回このポモドーロを巻いてみたいと思います。上からジャックでいくか。スイッチオン。すんげえ震えてたけど大丈夫これ。ちょもう一回。今の見たでしょ。こいつポジティブにもうすごい前進したよね。あ、参った。できるできる君ならできる。さあということでポモドーロが完成しました。こちらタレたっぷりとか言ってるの結構乾いてんだけどこれ大丈夫かな。やべ今扇風機持った途端にさものすげえ緊張してきたんだけど今。さっき動作確認ジャンってやったけど、俺はそんなに甘い人間じゃないですよ皆さん。ということで今日でいきたいと思います。それではスイッチオン。やべってこれはやべって。いややっちまった。やっちまった。